ホテルでないですか。これちょっと我々の写真撮らせてもらっちゃおう。ホテルストーブやっと最大にしても青いんですか、今。そうです、ちょっと待ってください、安定してないんで。日本のメーカーですか、これは。アルシンって どこなんでしょう。一応日本じゃないですか。本当だ。そんでね、どうやってたんだっけ、これ。あ、こっちか。しばらく忘れちゃった。これを取れん。ここ触っても熱くないんですよ。うん、確かに熱くない。熱いじゃないですか。なぜ熱い。ここだけなんです。上に上がるんですか。ここだけ。クルリ製材にあったじゃないですか。高校で作ってもらった。高校で作る。高校でこの板くり抜いて貼って。いや、あれはね、その中学だと高校の美術の先生が趣味でやったんで。看板ね。どうも、やってる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 。上りで風林火山とか。すごい戦国武将。ちょっと登りはなんか変だよ。規制のものだからかっこいいですね。ビーフシチューって書いてある。いや、規制でしょ、だって。規制のもんや。じゃあ、まさに
風鈴かさんって風鈴かさん意味がよくわかる。上りか看板か難しいですね。それじゃあね、この車、ごめんなさい、車が全然走っておりません。本当に走んない。いや、逆にそれは作戦かもしれない。そうですね。あ、なるほど。じゃあこれで行く。いや、あのほら、入れ替わるじゃない。そうなんですよ。入れ替わるんだったらもう1ページものを作ると。ページまだあんだっけ。ページないのか。いや、まあこれは買ってくればページ増やせるんだけど、ね、これで行くかって思って。まあまあ確かに。まあでもこれ、これ自体を1個買ってページをね、まあ、そしたら、そこに入れてってやってもいいですよね。1、2、3、4で季節分でほらもうこれに入れちゃうと、これ定番にしちゃって、はい、季節分はもう1ページ入れ替えるんですよ。ここにも入る。そうですね。だから季節のものにっていうのも、そこにご案内入れた方がいいかもしれないですね、ここにね。あ、なるほど ね、 ね、うん、でこっち季節のページ で、 そうです、ね、これに1枚バンと入れちゃう、うん、そうですね。どうしようかな。作戦っちゃ作戦。目立つ。ここにいるよりこっちに言ったら、何これって言ったら。確かに。その言葉欲しい。その言葉欲しい。あえてこれも作戦かもしれないですね。うん、まあ、たまたまなのか、それとも100円引きにしたがゆえに、うん、頼んでくれたのか、わかんないんですけど。だからその提供時間、だから今までのうちのそのご飯を食べて、もうそれでお腹いっぱいになっちゃってデザートも食べたかったんだけど食べないわって言うんじゃなくて、だから本来そのカフェがある形というか、食事をしてもおすすめメニューです。彼のおすすめメニュー。なあ、これを拝見します。そうそうそう、お食事の。スイーツ、あ、お持ち帰りってことですか。あ、なるほどね。お持ち帰りスイーツと、あとはまあ、ほうほう。だからそう、提供時間を少なくするっていうのが一つと、あと要するに今ちょっと量が多すぎるんで、スープをやめて100円引きしようって話を。